羽生譲とグッチそして写真家好み二郎氏が紡ぐ新たな美の物語5月22日からグッチ銀座ギャラリーにて開催される写真展インフォーカス譲る範囲レンスドバイジロコナミグッチのアンバサダーに就任した羽生譲選手を写真家好み二郎氏が取り下ろした作品が展示されるこの写真展はすでに多くのファンから熱い視線を浴びている予約開始からわずかで枠が埋まり SNS 上では期待の声があふれている。一体なぜこの写真展はこれほどまでに注目を集めているのだろうかそこには羽生結弦選手という期待のアスリートの魅力グッチというブランドが持つ力そして写真家小波次郎氏の独自の視点が織りなす新たな美の物語が存在する羽生結弦選手はフィギュアスケート界のレジェンドとしてその卓越した技術と表現力で世界中のファンを魅了してきた 華麗な演技はもちろんのこと凛とした佇まいそして時に見せる少年のような笑顔は多くの人々の心をつかんで離さない引退後もその人気は衰えるどころかますます高まっている彼の魅力は競技の枠を超え年齢や性別を超えて人々に感動を与え続けるそんな羽生選手が2022年12月グッチのアンバサダーに就任したグッチは イタリア生まれのラグジュアリーブランドとして革新的なデザインと洗練されたスタイルで世界中のファッションアイコンから愛されている伝統と革新を融合させたそのブランドイメージは羽生選手が体現してきた伝統と革新というテーマと見事に共鳴し新たな価値観を生み出しているグッチのアンバサダー就任後羽生選手はグッチのアイテムを身につけた姿を数々の場所で披露してきたその姿は これまでの羽生選手のイメージとは少し異なる、洗練された大人の魅力を感じさせる。グッチの持つ華やかさとエレガントさは、羽生選手の持つ品格と調和し、新たな魅力を引き出している。今回の写真展では、グッチのアイテムを身につけた羽生選手を、写真家小波次郎氏が独自の視点で捉えた作品が展示される。小波次郎氏は、スポーツや人物撮影に定評があり、 被写体の内面を深く理解した上でその魅力を引き出すことに長けている彼の作品は単なる記録写真ではなく被写体の魂を捉えた芸術作品として高く評価されている小波み次郎氏は羽生選手とこれまでにも何度か撮影を行っておりその姿に魅了され続けている今回の写真展に向けて羽生選手の言葉や表情そしてその奥底に秘められた思いを深く理解した上で 撮影に臨んだという今回の写真展のテーマは、インフォーカス。コナミジロウ氏は、羽生選手のこれまでとは異なる一面を捉え、新たな魅力を引き出すことに挑戦したという。グッチのアイテムを身につけた羽生選手のスタイリッシュな姿はもちろん、練習に励む真剣な表情、そして穏やかな笑顔など、様々な表情を捉え、羽生選手の新たな魅力を表現している。写真展では、 小波次郎氏が撮影した写真に加え、羽生選手自身の言葉やメッセージも展示される予定だ。写真を通して、羽生選手のこれまでの奇跡、そしてこれから進む道が垣間見えるのではないだろうか。羽生選手とグッチ、そして小波次郎氏という三者が出会い、新たな美の物語が紡ぎ出されるこの写真展。そこには、羽生選手のアスリートとしての輝き、グッチが持つ宣伝された世界観、 そして、小な次郎氏の独自の視点が融合し、これまで見たことのない羽生選手の姿が映し出されている。写真展は、単に羽生選手の美しさを鑑賞するだけでなく、スポーツ、ファッション、芸術ということなる分野が融合した新たな表現に触れることができる貴重な機会となるだろう。多くの人にとって、忘れられない感動と興奮、そして新たな発見に満ちた時間となることは間違いない。写真展を訪れる前に、 ハニュ選手とグッチ、そしてコナミジロ氏について少しだけ調べてみるのも良いだろう。彼らの過去や作品、そしてそれぞれが持つ魅力を知ることで、写真展をより深く理解できるようになる。例えば、ハニュ選手がこれまでどのような競技人生を送ってきたのか、グッチがどのようなブランドなのか、そしてコナミジロ氏がどのような写真家なのかを調べることで、写真展をより深く理解できるだろう。 また、写真展のテーマである、インフォーカスについて考えてみるのも良いだろう。小波次郎氏は、今回の写真展を通して、羽生選手のどのような側面に焦点を当てているのだろうか。さらに、写真展の展示内容や写真家自身のコメントなどを事前に調べておくことで、写真展への期待が高まるだろう。写真展を訪れた後は、SNS などで感想を共有したり、 写真展のテーマについて議論したりしてみるのも良いだろう今回の写真展を通して羽生選手グッチそしてコナミ波ロ郎氏についてさらなる理解を深めることができるだろう「インフォーカス」「譲る俳優レンスドバイ・ジロコナミは」は単なる写真展を超えた羽生譲る選手の新たな魅力を発見できる貴重な機会となるだろう この写真展が多くのファンにとって忘れられない感動と興奮に満ちた時間となることを願っている。グッチ・銀座ギャラリーでの写真展、その魅力と深淵。写真展、イン・フォーカス、ゆずる繁栄レンスド・バイ・ジロ・コナミは単に羽生選手の姿を写真で鑑賞するだけのイベントではない。それは羽生選手、グッチ、そしてコナミ・ジロー氏の三者が織りなす複雑で深みのある物語を体感できる機会である。 グッチ・銀座ギャラリーという特別な空間がその物語をさらに深め、鑑賞者を魅了する。グッチ・銀座ギャラリーは、グッチが世界で展開するギャラリーの中でも特別な存在だ。東京という文化都市の中心に位置し、伝統的な建築様式と現代的なデザインが融合した宣伝された空間は、グッチの世界観を体現している。その空間は、単なる展示場所ではなく、 来場場者がででグッチの世界を体験できる場所としてて設計されている今回の写真展ではグッチ銀座ギャラリーの空間が羽生選手とグッチそしてこなみ二郎氏の物語をさらに深める舞台となるグッチの洗練された空間は羽生選手がグッチのアイテムを身につけた姿をより一層引き立てこなみ二郎氏の撮影した写真の魅力を最大限に引き出すまた写真展では グッチのアイテムやブランドの歴史、小ミ次郎氏の作品など、様々な展示が予定されている。これらの展示を通して、羽生選手とグッチ、そして小ミ次郎氏の関係性、そして写真展のテーマであるインフォーカスがより深く理解できるだろう。写真展の開催期間中は、グッチ銀座ギャラリーでは、写真展に関連したイベントやワークショップも開催される予定だ。これらのイベントを通して、来場者は、 写真展の内容をより深く理解できるだけでなく、グッチの世界観に触れ、新たな発見をすることができる。さらに、写真展の開催を記念して、グッチ銀座ギャラリーでは、写真展限定のアイテムも販売される予定だ。写真展で展示されている写真や、羽生選手とグッチのコラボレーションアイテムなどを手に入れることができる。グッチ銀座ギャラリーでの写真展は、単に写真を見るだけでなく、 五感でグッチの世界観を体験できるまさに特別なイベントだ羽生選手グッチそしてコナミ二郎氏の物語を体感し新たな美の世界に触れる貴重な機会となるだろう